「記憶が動いて、その日何かを見つけて、その日それがこうやって、その日ここに沈む。追いかけることはない、寂しいはずもない、そんなことない。ここから一人で歩くと私は皆さん、こんにちは。こんにちは。私たちは、せーの、君に魔法がリエル、リュウトのキュートな、はい、リュウティストです。よろしくお願いします。今日は、サージョマルシェ5対1アットココ店さんに呼んでいただいて、とても嬉しいです。こういった形で新潟のいろんな場所でライブをさせていただけることはすごく嬉しくて光栄なことだと思います。今日も一生懸命頑張りますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、こうやって皆さんと一緒に楽しいライブができてすごく嬉しいです。はい、今日は多分私たちリュウティスのことを知らない方が多いと思います。一生懸命頑張りますので皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは自己紹介をしたいと思います。まずはムータ。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。上の方もこんにちは。こんにちは。ありがとうございます。楽しいことが大好き、最年少、小学6年生12歳のムータンこと筏史夢です。皆さん今日はたくさん盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、皆さんぜひお願いします。いきますよ。ハロンピョン。ありがとうございます。中学2年生13歳のともちいことのどまえです。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、皆さんこんにちは。ありがとうございます。中学1年生13歳のわっかこと大石わからです。今日は皆さん楽しんでいってください。よろしくお願いします。ありがとうございます。皆さんこんにちは。高校2年生17歳ののんのこと佐藤ののこです。今日は皆さん最後最後まで楽しんでいってください。よろしくお願いします。はい、先ほど聴いていただいた曲は「アライバルちゃんとデパーチャーズ」と「ビターペインスイートリベンジ」という2曲でした。それでは次の曲も2曲続けて聴いていただきたいと思います。それでは聴いてください。有神路。僕がついた嘘と今まで僕が言った本当、どっちが多いか怪しくなって探すのやめた。自分の中の嫌いなところ、自分の中の好きなところ、どっちが世界するのだという曲を聴いていただきました。ありがとうございます。でみんなはい、今日ねゆるキャラと遊ぼうっていうイベントがあったんだって。参加したかったしたかった。やっぱりりゅうてぃさんといえばゆるキャラ好きだもんね。そうだよね。可愛いものが大好きだからね。いろんなイベントさんでたくさんのゆるキャラさんとね、共演させていただいたりして、そうですね。この前はこの前もファンの方にゆるキャラさんを持ってきていただいて、本当にすごい可愛いゆるキャラさんいっぱいいてね。そうだね。はい。ちなみに今日はトッキッキさん、油原しさん、妙高さん、エコちゃん、さんちゃんさん、小太郎さん、そして福島からきびたんさんが来てくれてます。おーおー結構資料で見たより足美脚なんですね。かわいい。すごい足長いね。かわいいですね。はい、このゆるキャラさんはののさんなんていうお名前でしょうか。はい、はい。あ、読んでます。猫ちゃん、さんちゃん。あ、2つの名前、そうですね。可愛い顔が2つ。可愛い。丸っこいですね。可愛い。おお、りょうこさんかな。山。すごい。すごい。はい。凛々しい。こんにちは。あ、どん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 来ますよ、ゆみキャラさん。いっぱい。すごい。あ、こびさん。いっぱい。こんにちは。こんにちは。すごい。ふわふわしてる。もう。こんにちは。すごいですね。あ、まだ。おお、油原神さんかな。大丈夫ですか。あ、すごいですね。たくさん。もっと前どうぞ。土地をイメージキャラクターすごい。こんなにゆるキャラさんたちに囲まれたの初めてで、ちょっとそうですね、ワクワクします。はい、一人一匹。そうだ、一人一匹。本当だ。すごいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。お、皆さんもちょっと触ってみてください。硬いのと柔らかいのと。まだ食いますよ。あ、トッピー、キッピーさんとトッピーさん。可愛いですね。お、可愛い。可愛い。たくさん来ますよ。すごい。勢ぞろい。どうしよう。幸せ。かわいい。幸せです。すごいです。はい。わあ。すごい。びっくり。どうぞ。トッピーさんもこっちにどうぞ。あ、わあ、ちょっと立ち位置がなくなっちゃった。どうしよう。入らない。どうですか、皆さん、シャッターチャンスですよ。イエーイ。すごい。こんなにご当地キャラクターがいるんですね。いっぱい。全国にまだまだいっぱいいるんですよね。そうですね。気になるいるキャラさんいっぱいいますね。そうですね。今日、わー、いっぱい。どうすればいいかな。どうしようか。なんか、そうですね。ロンドンの狙いは。狙いですか。ロンドンは丸っこいのが好きなの。そう。この前ダンゴに顔を押し付けちゃったんだよね。ロンドンは笹ダンゴ。そうそうね、柔らかくて気持ちいいねやつを見ちゃうと、ちょっとね、顔を押し付けなくなるんですよ。全部ふわふわしてますよね。ちょっと凛々しい感じ、この子は。ともちーさんは、どうですか。全部可愛い。選べないですね、やっぱり。そんな優柔不断な。優柔不断です。皆さんはどうですか。でも皆さん可愛い。ねえ。いいですね。油原神さん、可愛い。なんか目がクリクリしてる。あ、全部みんなクリクリしてます。黄色は油原神さん。目が4つあるよ。私と同じ。いいですね。一緒に踊るんですか、これから。違うね。いや、踊んないですよね。かわいいので、皆さんもぜひ近くで見てみてください。皆さんありがとうございます。はい、ということで次の曲いきたいと思うんですが、はい、次の曲は2曲続けてバラードを歌わせていただくんですけど、はい、このゆるキャラさんも一緒にゆらゆらとしてもらいたいなと思います。お、はい、すごい。はい、曲に合わせて、はい、みんな後ろの方でバックダンサーかな。オッケー、オッケー。はい、はい、チッカの次。めっちゃチッカだ。チッカだ。こっちかな。オッケー。はい。あ、もうちょっとこっち。準備オッケーですかね。いや、なんかワクワクしますね。はいはいはい、じゃあそれでは次の2曲いきたいと思います。それでは聴いてください。家族の風景。の「ひいらぎ」を聴いていただきました。ありがとうございます。ゆずキャラさんたちもありがとうございます。すごい可愛かったですね。はい、可愛かったです。はい、ここで私たちからお知らせがあります。私たちリューティストは去年の12月24日にリューティストセカンドシングル「ビートゴーゾーン約束の場所」を発売することができました。これも応援してくださっている皆さんのおかげだと思っています。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、このセカンドシングルはファーストシングルからの成長と過程が詰まっていて、ファーストシングルの「ビューティーした新しいホーム」は皆さんとの約束の場所に変わり、夏の魔法は夏から冬へ季節が変わり冬の魔法、そして「ありがとね本当にね」で始まるラリーリレールは「ありがとね本当にね」で終わる皆さんへの感謝、そして新たな旅立ちを歌った「アライバルズ&デパーチャーズ」へとつながっています。はい、ぜひたくさんの方に聴いていただけたら嬉しいです。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは次の曲はその CD のタイトルにもなっています「ビートゴーズオン約束の場所」を聴いていただきたいと思います。それでは聴いてください。ビートゴーズオン約束の場所。ゆるキャラさんたち大丈夫？ごめんなさい。あ、さよならですか？はい、じゃあゆるキャラさんたちありがとうございました。最後は大丈夫かな？とても可愛かったです。はい、安村健司君。はいはいはい。ありがとう。バイバーイ。バイバーイ。はい、じゃあそれでは聴いてください。ビートゴーズオン約束の場所。ありがとうございます。で私たちからちょっとしたお知らせがあります。今日はこの三条マルシェさんの缶バッジが発売しております。物販の方で発売しますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。はい、すごい可愛いですね。じゃあちょっとつけましょうか。はいはい、14種類くらいあるらしくて、はいはい、アイラブ三条って書いてあります。はい、いいですね、三条。はい、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあちょっとつけましょうか。はい、はい、せっかくなのでね、せっかくなのでね、イエス。こんな感じかな。オッケー。皆さん見えますか？見えますか？はい。よかったです。はい。皆さんもぜひよかったら買ってください。はいはい。今日は三条マルシェ五対一アットホコ天さんに呼んでいただきありがとうございました。ありがとうございました。この素敵なイベントに出演させていただけたこと、そしてこうやってたくさんの方に見ていただけたことがとても嬉しいです。これからもリューティストは新潟を大切にして、そしてもっとたくさんの方にリューティストを知っていただけるように一生懸命頑張って活動していきたいと思います。これからも応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではリューティスト、次で最後の曲になってしまいます。それでは最後の曲聴いてください。ラリーデル。ありがとね、本当にね、泣きそうだ。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは最後に皆さんと一緒に言いたい言葉があります。それはラリリレルバハハイという言葉です。わからない方も多いと思うので、一回私たちが練習をしてみます。いきます。はい、せーの、ラリリレルバハハイ。こんな感じで皆さんも一緒によろしくお願いします。それでは行きたいと思います。皆さん、今日は本当にありがとうございました。